っとこの男だ。女だ、覚えておけ。ドワーフの場合、ヒゲでは性別を判断できない。ドワーフだが、大工じゃないな。まるで銀行家の手をしてる。指にはタコ、ヒゲにはおがくず、樹液でベタついた服、このドワーフだ。よろしい。血を見ても足がすくんだりはしないだろうな。まさか。検視解剖を始めろ。どこを見る？頭部を見てみよう。焼けた髪の匂いがする。火をかけられたようだな。他に気づいたことは？例えば両目がくり抜かれていることは？目のあたりのは火傷の跡か。ああ、それと何かの粉、灰のようだ。とても細かい。犯人は目玉をくり抜き、燃える炭をくぼみに入れた。そのようだ。傷の様子から見て被害者はその時点ではまだ生きていたらしい。血を調べよう。やけどに水ぶくれ。プリシラと同じだ。見ろ、喉まで達する切り傷だ。確かに細くて一目では見逃すな。小型で極めて鋭い器具だ。メスか。だがなぜ？出血させるには傷が小さすぎる。そして腫れた跡がある。殺人犯はおそらく気管切開を行った。被害者があっさりと死なないようにな。胴体を調べよう。どれどれ。左側の胸郭に深い傷がある。腹部全体にわたる傷跡もあるな。胸の傷を調べよう。心臓が摘出され、傷は焼かれている。ちょっと待て、他にもある。卵だ、両生動物の。人影か。焦げているが無傷だ。学生の頃、爬虫両生類学の講義を受けたことがあるが、死体に卵を産む両生類は記憶にない。つまりコクラン教授の誤りか。これが犯人の仕業かだ。傷跡を見ろ。細長い切り傷だ。だが傷口はギザギザだな。関係ない、見ろ。腫れもあざもない、古傷だ。作業場での事故じゃないかな。腹腔を開いてくれ。言っておくが、匂いはひどいぞ。下水に腰まで使ってズーグルと戦ったことがある。だから待て、腐臭がしないぞ。ホルムアルデヒド、医薬品だ。希釈した場合、生体組織の保存に使われるが、濃度が高い場合は酸よりも強力な破壊性を持つ。腐った匂いがしないわけも、喉のやけども説明がつくな。手にミミズバレ、燃えた縄によるやけどだ。縛られてたな。縛られていなければ誰もこんな拷問には耐えられんだろう。経験に基づいた話か。ああ、被害者としてな。トレトゴールの牢獄で1年過ごした。いずれ聞かせてもらおう。タコを見たか。指輪をしていたが、誰かが抜き取ったようだ。足には気になる点があるか。右足だが、足首が腫れて爪が割れている。何かを激しく蹴った跡だ。それで蹴りがついたならいいが。冗談にふさわしい時じゃないと思うがな。悪かった。外科医ってのは感性がずれててね。ユーモアの感性も異なるな。
生殖器だ。調査しなくては。事件に関係があるとはとても思えんな。確かめよう。ズボンを下ろして。くそ、性病だな。初期段階だ。拡散は見られない。関係があると思うか。犯人の潜在的動機としてはあり得る。情報はこれで十分だな。教えてくれるか。私には一向に真相がわからん。どんな動機があり得たというんだ。猟奇的な儀式だ。見ただろ。目のやけど、くり抜かれた心臓、やけどを起こす液体、すべて熱や火に重点を置いている。永遠の炎か。この手がかりを追いたい。男の名前はわかるか。ファビアン・マイヤーだ。そして私は検察医のフーベルト・レイクだ。検視解剖に来たが、代わりにやってくれたようだな。相変わらず他人を問題に巻き込んで無用な干渉をしてくれる。こちらはどなたかな。生徒だ。勤勉でね。いくつか質問がある。手短にな。ナサニエル牧師が視察に来られた。間もなくいらっしゃる。知り合いなのか。私はフーベルトに医学の処方を教わった。昔のことだ。勉強不足だな。未だにお前は基本を理解していない。医師の役目は病気の治療であって、世界の救済ではないんだぞ。少しも変わらんな。褒め言葉か。違う。事実を述べたまでだ。30年を経て少しも変わっていない。木彫り職人の遺体どこにあった。教えてくれ。捜査する気か。面白い。死亡したのは作業場だ。市場の南、ファーコーナーズの門のそばだ。女吟遊詩人が襲われたのもそこだと騒ぎになっている。だが木彫り職人の死体を運んできたのは死体収集人のユースタスだ。彼と話すがいい。すぐそこで見かけた。なあ、ようこそ牧師様。こちらの方々はいかなる事情があろうと誰も入れてはならんと言ったはずだが。ですが個人の知り合いで遺体を迎えにいらしたのです。関係ない。すぐにお引き取りいただけ。仰せのままに牧師様。皆さんこちらへ。別の道からお帰りください。なぜかばってくれた。自分の身を守ったまでだ。誰かが死体安置所に入り、許可なく死体を切り開いたと知れたら大変なことになる。ヨアキム、お前はそんなこと考えもしなかったか。変わらんな。まあお前のわがままは容認できんが、この殺人犯には虫唾が走る。事件に関する新しい情報が入ったら知らせてやろう。うん、助かるよ。ナサニエル、何者だ。クズだ。永遠の炎の衣をまとうにふさわしい輩さ。大半は衣をまとう前から悪党だ。彼もそうだ。装服を身につける前、ナサニエルは拷問官だった。特に女への拷問を好んでいた。その後ヘメルファルトから死体安置所の監督役に任命された。聖堂衛兵団とのやり取り、火葬の指示、聖堂での葬儀ミサなどを取り行っている。ふん、理想の仕事だな。検視官と知り合いなら下水道を通らずに済んだはずだ。知り合いだからこそ避けた。この話はここまでだ。話が済んだかどうかは俺が判断する。彼とのつながりは何だ。古い話だ。だがどうしてもというなら、1242年の学生抗議運動を知っているか。私がリーダーだったんだが、
フーベルトに当局へと告発され投獄された。そういうわけだ。次に何をする？手がかりはたくさんある。木彫り職人の作業場、男を発見した死体収集人、プリシラが襲われた路地。私も病院へと戻らねば。だがお前の捜査に幸運を祈っているぞ。俺もお前から目を離さんさ。最近髪を洗ってるか？女だなんて知らなかった。無知では罪を拭いされん。なんなら拭えるんだ。炎だけだ。吐きそうだ。頭に塩漬けキャベツが詰まってるよ。おい、白髪頭、こっちだ。いいね、時代だ。そのぐらいにしておけ。
確実な魔女払いの方法がある。今日買えるものは今日中に買わなきゃ損だろ。どうも、俺はスクルスの集金人なんだが。スクルスだと？あんな無作法で字も読めないバカと取引などするか。スケリッジにヤシの木が生えたら支払ってやる。スクルスと揉めているのか。蜂蜜を輸入しようと思ったのさ。お粗末な思いつきだったよ。関税がすごいのは何の、だから税金の半額分を差し引いて野郎に払った。とにかくスケリッジにヤシの木が生えない限り。ああ、分かってる。ヤシの木はスケリッジにも生えている。さあ払え。そんな、ならば支払うしかないな。信用所でもいいか。ビバルディの銀行で換金できる。いいだろう。今すぐ行くよ。魔女は一通り焼き尽くした。軽く飲みたい気分。確実な魔女は。郵便船はまだ入港してないのか。永久にこれ。書類を渡す前に永遠の炎と聞いちまう。ここにも必死、私の部屋でも必死に決めて。しけた顔してんな。クソでも漏らしたか。やっつかい。ラムシと飯は絶対外せない。その目で絶対ハダみたいに殺したんだって。目玉をえぐり出したそうよ。そう、俺もそう聞いた。どこ見て歩いてんだ。ラムシと飯は絶対外せない。どうも。いや、ゲラルト、調子はどうだ。解決したぞ。信用状をくれると言っていたビバルディの銀行のお墨付きだ。よくやってくれた。それで俺は誰を倒せばいいんだ。ある人を見張るだけでいい。刀鍛冶で多分顔見知りだ。エイブヒやハットリか。大金を騙し取られそうになったことがある。雇われてるのか。そうとも言える。
ノビグラドでの鍛冶屋の独占を何とかしようとしてる。立派なこったな。お前が保証するってんなら断る理由はない。仲間を連れてくる。そうしたら行こう。飲もうぜ。もうすぐ夜だ。見ろよ、ミスター腰抜けの少女。ラムシと飯は絶対外せない。頭が回る。人種？金払いが良くて殴らない。おお、うんざりだ。何もかも。素敵なお兄ちゃん。終わりにしよう。ハットリー、スクルスが来たようだな。話はついたか？ああ、卸値で何本か斧を売ることになったが、安いもんだ。ありがとう。ようやく剣の注文を受け始めたのか？残念ながらまだだ。調達できていない材料がある。ああ、エルンスト・バンホルンが独占してるんだろう。そうなんだ。廃業する刀鍛冶から安く買い上げて、リスみたいに倉庫にしまい込んでる。だがお前が、いや、絶対に同意しないだろうな。何に同意しない？バンホルンが材料をどこに保管してるか知ってるんだ。一生かけても使い切れないくらいある。それを少し拝借すればいい。一体何をさせるつもりだ？拝借？盗むの間違いだろ。盗っ人から盗むのは罪じゃない。つまり義賊になれとでも言うのか？俺はどうしてこんなことに巻き込まれてるんだ？何言ってる。決まってるだろ。見たこともない最高の剣、甲冑、透析機。分かった分かった。その話に乗ったとしてどうすればいい？バンホルンは港に倉庫を持っている。探してる材料はとても重い。スクルスたちも呼んでおくんだ。もう一つ、目的の木箱はアンモニアの匂いがする。いや。いや、ゲラルト。倉庫のことだが。気が変わったか。奴から少し拝借してきてくれるか。取り掛かってる。幸運を祈ってるぞ。じゃあな、ハットリ。ゲラルト、また会おう。ヘルショック一族世界一。どうも。おう、ゲラルト、調子はどうだ？ハットリから仕事の依頼だ。素晴らしい、ちょうど退屈していた。エルンスト・バンホルンの倉庫から木箱を拝借する。